ダメじゃねえかよこれ。あー、それは使えないよ高田健志。熊やってんだけど、熊やってんだけど、船から俺と阿部ちゃんが撃たれてんのよ。もう船のやつ何とかしてくれ。あ、それ高田さんだ。あかなー。何やってんすかもう。船の方やって。おい、まさかじゃん。でー、あ、うまくできたな。死ぬほどおもろかったな。うわ、あ、始まった。いや、ゴミ。ゴミからの紙いてー。お願い。お。ゴミからの紙持ってー。絶対いいって引いたやん、ズズ今。あっとか言って。見して見してみその手。あ、俺も向いてねえな、こういうの。こいつストレートや、ストレート。すげえ。向いてねえとか言ってストレートじゃねえか。すげえな。来い。よっしゃ、ずっと喋ってた。これが賭けだったら負けてんなと思って。負けるんかい。強。マジや。すごい。マジでそれ。ストレートで。おもろすぎ。お。あ、阿部ちゃん俺離脱するわ。あ、了解です。じゃあ僕最後まで転職します。殺す。阿部ちゃんの方だ。本当っぽい。ちなみにこれはガチだ。ガチだと思う。これガチだよね。多分。マジか。雰囲気を感じた今、メイヤさんから。じゃあプテまずダウンさせようだべ、一緒に。おやってやるよ、おい、ロラや。怖い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 。今からやろうぜ、今から。俺が立ち合いするから、立ち合いするからやってそこ。はい。あ、鍵だ。6個目入れた、6個目。スズーのディスコードセンス合ってたからさ、マジで最初喋んのやつおかしいからな。あれ、これプテ入れたの？いや、でも、そうか。喋ってたけど、本当に。今1個入れたよ。でもダメだね。出るんだ。出るんだね、多分ね、こういうのね。あら、これ、高田さんいる？一発に先帰りだったし、お前。あ、待って。高田さんいる？飲んで飲んでる。さっきはさっき、今日は今日。飲んで飲まれた、飲もひでおや。高田さん、アベレージ殺そうとしてたわ。いやいや、違う違う違う。気づかなかった、今。後ろでめちゃくちゃ構えてた、銃。喋んねえなと思ったら。気配しなかったよ、気配。うんちょ。忍者じゃん。痛い痛い。大丈夫？痛いね。こんなもんだな、船って。うわ、目の前で命が。これプテラです。これプテラアザラシ。あれか、石炭。石炭ってなかったぞこの。プテラ。じゃあこれさ、そう毎回誰かが触ってるから。メヤさん？メヤさんって傀儡？違うよ。本当に教えて？傀儡？言わんだろ。これじゃないよ。じゃあこれあげる。もうありがとう。もう十ってる。いやそうじゃん。じゃあネロちゃんこれあげる。うわ、いらね。何もらったの？罠。あの狼で使えるね。じゃあね、それで許してあげようね。使ってくれ使ってくれ。僕ないんだよ、近接が。あるだろ。ないないよ。望遠鏡しかないよこの人。望遠鏡殴れるよ一応。クソ弱いけどな。まあ素手よりマシ。マシはその狼終わったら倒しに行こう。だってもう近接が欲しい。え、船進んでなさすぎじゃね？あんなもんか？誰だっけ？アベレージ？うん。マジか。こんなもんだっけ？進んでんの。あれ、ポーカー勝ったのアベだよね。はい。まだやってる。ネロちゃんどこ？どこ？行こうか？二次制限行くか。弓よ5発しかねえや。うん。さっきじゃあ撃つか。あ、罠仕掛けていいか、ちょっと罠仕掛けるわ、うん、あなたも罠を持ってらっしゃるんですね。そう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 、だから1匹ずつ、はいはいはい、OK、 これね、多分連鎖してきちゃったやつだから呼ぶわ。来た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 、俺の方来る。全部開ける。うん。まあちょい怪しいぐらいにしといてあげようか。船はちょっと進んでるからな。若カバンセットだ。あ、ずっと待って。ヨロちゃんさ。うん。何？何してんの今？お肉漁ってるよ。ああ、怪しくないな。まあ、怪しくなってあげてもいいんだが。
YTRT。 うーん、これちょっとプテハシマジで怪しいな。怪しいっすか。あのピケルで登り切った後ぐらいだよこれ多分撃たれたの。ああ、なるほどね。これは進めてんの誰だ？あそこ小屋の裏。あ、じゃあ無勘違いだ。進んでるなら前で待ち構えようか。あ、いけ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 。うー、寒い。21。ちょうどいいか。あ、俺もね、アイテムスロットいっぱいかも。なんかある？あ、オープン。え、ねえやさん何？どういうこと？さっきの登って降りたの？は？高田さん、今誰と喋ってました？え、プテ何個持ってきた？え、スナッパイ。石炭全部で5個ある。うん、石炭2個持って帰れない？え、登ってないの？登ってないよ、下から声かけたんだよ。ちょっと、え、あんなに届くんだ。あと5個のやつも取ってくる。あ、僕行きますよ、僕行きます。誰もキッチン入んないでほしいっす、今。オッケー。俺はじゃあ、ネロちゃんの寒さゲージがあったかいゲージ。構えちゃったよ。ありがとうな。え、かな？え、プテ、ちょっとじゃああれ貸してよ。な、プテの可能性はあるって話でしたね。石炭僕5個持ってきて、今入ってます。今2個入れて、あと3個持ってます。ピケロシーの？いや、もう別にいいかな、そしたら。本当？で、左側も何もないよ。うん、オッケー。ね、結構進んだね。売り地にした。何やってんのかなと思って。はい、はい、あれか。危ねえからでも、解毒作れねえな。あ、こっちルートにしたの？え、ちょっとわかんない。あの、まっすぐ進んだだけ。あ、じゃあ、怪しいやつ入れてもらっていい？オッケーオッケー、運転どうぞ。今、3つ入れました。怪しいやついる？まだ分かんない。わかんないけど、トーテムワンチャン立ってそうで。な、速さのホワイトアウトだなって思う。うわ、なんだ、見て、なんだ、なんだ、なんだ、左の標高に当たっちゃってる。いや、違います、普通に。いや、タルバクだ、タルバクだ。そんなレベルじゃないね。あー、ほんとだ。痛い。13確定ね。13ね。オッケーオッケー。痛すぎよ、ズズ。痛すぎるか。いやいや、ちょっと、うるせえ。当たったじゃねえか。あれは釘がねえわ。いや、これきついな。釘ねえな。どうもないよ。釘取ってくる。もない。釘1個だけ作れるな。ただ俺ずーっと近接ないんだよ。あ、近接ないんだったら、あの、2個だけもらうね。木は落とす。木落としてみた。あの、船長のところの、あ、そう、え？あ、やば、死ぬ。船長のところの部屋にあれ、石炭が入ってる。あ、僕、それ僕の。これ罠いらねえな。あ、鉄、あれね。ちょっと罠ここに入れてもいい？いや、絶対じゃあ、治ったら入れてもいい？あ、いや、治ったらいいですけど。あ、じゃあ、釘あるじゃん。あ、じゃあ、釘今そこにちょっと地面に置いた、俺が。そう、木がない。サブ、死にかけた。そこに置いた。あ、木ない。じゃあ、俺が持ってないってだけ、俺が持ってないってだけ。マシャ、肉1個でもいいか、持ってない？持ってないか。持ってない、もう向こうで使った1個、自分のやつ。俺、ネロちゃん、俺でよかったら1個持ってるよ、肉。あー、どうしようかな。人肉と骨持ってるよ、俺、ちなみに。あれ買えないですか？ちなみにだけど。この場所に。あれ釘がなくなった。あれ？釘。スクラップかな。ずっとないんだよな。釘。あれ今スクラップ1個あるよ。今スクラップ1個ある。パクベッチに今こいつ助かる。あ、スクラップはウサギが。直す。作った。すげえ数だな。いや、早いな。大丈夫そう？あ、いた。うん。でしょ、もうできてるんだよね。渡してないだけ。あ、できてんだ。うん。待て。スクラップだけ持って帰りたいのって。うさぎー。スクラップあったあった。2個だけあった。直ってない。ちょっと待って、席。席するからミュートさせて。ちょっと待って、お水だけの。ミュートになってへんで。
いや、じゃあ、ディスコードつながってると思って嫌だから。ああ。ネロちゃんいるよ。ネロちゃん、ネロちゃん肉がなんでご飯ないのこれ。あるよ、できてるけど隠してるだけ。じゃあ帰って食べる。うん。スクラップしないよ。間違えた。スクラップあった方がいいよね。ちょっと僕。あ、今ね、あの釘持ってきたから直せる直せる直すね。はーい、了解。そしたら阿部ちゃんの石炭入れます。うん、はーい。飯が腹が減って死にそうです。いや、ちょっと待ってね。あと前の方ですね。直せるかな。あ、今直してるよ。了解。スクラップ。これで治ると思う。ナイスー。はーい、了解。治ってないよまだ。いや、治ると思うだよ。言うとるやろがい。未来系、未来系ね。治ると思うって言ったやん。これ全部あさられてる。肉、肉食べ、肉ってかシチュー食べたいなら。運転お願いします。四個入れました。それ取っても平気になるじゃん。うん、いいよ。できるよ。まあ、俺も食べたい。シチューいただきました。うん、僕解毒あるから。うわ、見えねえ。あ、プテ、プテ。前、前見る、前見る。プテ。あれ。はい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 。何？飯くれ、飯。飯くれ、飯。皆さん今何やってる？解毒薬作った。ああ、これ大丈夫なやつ。俺100%俺、100%俺それ。こっから右、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 右、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 はい。もう一個食べていいのかなこれ。いいよ。待てよ。どこだこれ？腹が減って死にそう。待って、これどこだ？ごめん。多分熊の誘導してるかも。ごめん、ごめん、これ違う、まだ行ってないところだ。ごめん、まっすぐだ。ごめん、もっと左ですね。ごめんなさい、もっと左、もっと左、もっと左。もう一個だけなんかもらえる。肉でもいいから。いや、はい。もうやばい。落としてる、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 落としてる。これ、これ、このルートしんどいよね。このルートやばいね。このルートやばい。これとか見えなくね？全然。見えない。ガッツリ見えると思うんだよな。とりあえず進めるだけ前に。あ、こっから右、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 違うらしい。オッケー、オッケー、オッケー。一個ぶつかったけど、これなら十分。いやー、すいません、僕の誘導が変だった。あ、ネロちゃん。どうぞ。あ、ネロちゃん、ないでしょ。あ、俺とメイヤさんと、あと誰だっけ、マシャも食ってますよ。食べたい。俺が作ったやつ全部、全部俺が作ったやつ。ネロちゃん、ご飯欲しい。てか治ってねえじゃん。どうぞ、取ってください。ありがとう。あと隠しておきますよ。ここの、ネロちゃん、ここの狼、あと2個触ってない。はい。洞窟の奥とかって誰か行ってます？いや、行ってない、行ってない。オッケー、奥行くわ。はーい、了解。うん。オッケー、直した。はい、石炭追加しちゃいます。ネロちゃん、ごめん、ご飯ってまだある？あるよ。どこにあるの？お前隠してるだろ、おい。どこだ？これ。ちょ、探そう、探そう。あいつ隠してから。あ、ありがとう、ありがとう。Thank you。もういいよ、俺が持っとくか、手持ちで。いいよ、それ、それ食っていいよ、マシャも。どれ？この、あの、キッチンの前に置いてあるやつ。ああ、もう大丈夫だよ。これ、自分でご飯用意してもいいから。ワンちゃん、ネロちゃんが帰れなくてもダメだね。俺、シチュー2回分作ってんだけど。これさ、次ある？オッケー、オッケー、オッケー。おった、あれ、ネロちゃん。まだわかんない場所が。あ、ね、そこ。あれ？洞窟の奥、スクラップ6個出た。どこだろう、わかんねえ。阿部のが、阿部は怪しいよな、普通に。阿部怪しいんだ。ちょっと、ね、確かにね。うん。まあ、先に登るの、あの、こっちの方がいいんで、っていう言い訳。熊通れねえな。いや、ギリギリなら通れますよ。マジ？うん、ここ。この際なら行けます。海岸沿いね。ただ、誰かと一緒に渡るのをお勧めしないです。直してるな。はい。あった。はい。落ち着いて、ちょっと釘ばらけさしとくよ。あ、ごめん、熊だけ、これ。ね。阿部ちゃん、やっぱ怪しい。料理人、料理人、ネロちゃん、ネロちゃん。ネロちゃん、ネロちゃん、ネロちゃん、ネロちゃん。直ってないの動かしてたんだよな。いや、それはね、単純に勘違い。よいしょ。俺、竹だった。いや、ネロちゃんだと思う。嘘。でネロちゃんの方がクマに近かったやばい、高田さん朝高田さん、ダメだよ高田さん、死ぬね俺、高田圭司がダメじゃねえかよ、これあー、それは捨てないよ、高田圭司朝さん、漁師誰だっけこれ捨て橋戻り、捨て橋戻り朝さん、これ降りて、降りて、クマあ、ちょっと、こっち来た、こっち来た朝さん、死んじゃった、これやばい、やばい、死ぬ大丈夫、阿部滝行った、阿部滝行ったあらちょっと船壊れちゃってる。誰死んだ？高田さん死んだ。高田さん死んだ。開けれるよ。俺が竹引いちゃったのかな。ごめんなさい。スクラップ持ってきたよ。はい。船壊れちゃった。船壊れちゃった。
ボイラー切れちゃった。どこ壊れてんの？あ、石炭4つ持ってきたよ。ちょっと待って、青から入れる。クマ来てる、クマ来てる、俺に。このルートマジできついな。大丈夫大丈夫、普通に走りゃ大丈夫だから。一気に難易度上がるのこのルート。やばい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 。どこどこ、撃つ撃つ、弓で撃つ弓で撃つ。大丈夫大丈夫大丈夫。乗れた。危なマジで。だからクマが、ちょっと待って、阿部が呼んだよなガチで。ちょっと撃たれてきたよ。ネロちゃんネロちゃん、100%ネロちゃん。ネロちゃんが呼んだの。俺だったらしい。どっちか正直わかんない。全然。でも正直あれタゲ呼んでも船ですぐ戻れるからなんだろう。リワじゃあ普通にあれかあのガチでタゲった感じか。危な。ちなみにご飯あります。ただ俺は安倍の判断の方が白かったよ。ご飯あるよ。ご飯ありますか？ご飯あるよ。俺に矢打ってって言ったやん熊に対して。はいはいはい。あれはすごい白かったな。ご飯あるよ。欲しいです。ただもう次作れない俺何もなくて。了解です。オッケーオッケー。ご飯ね、まあ、今くれればいい、はい、自分で用意して自分であの村とかで焼く。置いてあるよ。俺それでやってるさっきからずっと。あれを待ちます。あざーす。石炭入れるね。人いる？はい、お願いします。まだ行ってないんじゃない？え、クマって誰か今ちなみに今殺してないっすよ。戻ってる戻ってる。普通に上の飛び品って取りに行けるのかな。いや海の中だったらいけんじゃないかな。そうだろう。注射器っぽいってことね。そう、注射器っぽい。探索行きます。今さらだけど、あ、骨、骨いる、これ、骨いる。シチュー作る。骨もらう。あ、もう、うん。多分食材がほぼゼロだから、みんな。ネルちゃんいるよ。ネルちゃんどこ？骨、これ、ネルちゃん投げるよ。基本的には食事には入ってなさそうだったよ。入ってない。で、じゃあ食べる？解毒とか注射器を用意して。ね、シチュー、欲しい人いない？シチュー。シチューいる。本当シチュー大丈夫な？え、え、ちょっと待って、なんかあったん？阿部がどこにいるか。スナパイ怪しいなら俺肉漁るのやめとか。でも一人でしょ送ったの。単純にあの注射器とか解毒がないからちょっとおかしいなってぐらい。いや死にかけて使った。あーでかい。ここ弾入ってるよ。あ欲しいです。あ潜伏前の。違う俺もう銃ないんだ俺には。えなんでないの？えだ死んだ。死んだからか。俺近接もないから今何にもない。あ高田さんこっちこっちに弾あるよ。あ、もう弾は俺はもういらない人間だ。まあまあ、まっ、来たるべき。誰か骨あるってな。ありますよ。釘めっちゃ持ってきたんで。シチューにしちゃうけど。釘捨てとくよ。あ、俺もスクラップ取った。釘めっちゃ捨てといた。木もばらまいた。もう一回シチュー作るね。自給自足、自給自足でいいんじゃね。まあ2回分シチュー毒入ってないことを鑑みてほしいはあるけど、まあシチューは作っとくね一応。うん、一旦帰ります。プテ石炭4。うん、いいでー。わー戻りたいけど戻れない。戻れるくないですか？あー微妙か。中川さんじゃあシチューあげるんで飲みながら行ったらいけるかもしれないですよ。あーなるほどね。うん、まあ、であそこの岩場みたいな教会のとこだったっすよね。だった助けっか。いけるかこれ。いた。早い召喚したんで今教会のとこだったと思うんで。どこ阿部？阿部ね奥の小屋。誰なんだろうな。もう一人がうますぎるな。あ、今教会前、教会前に誰かいる。ズズじゃね。教会ってあれでデカ教会ね。デカ教会の前に誰かが歩いてった。うん、もうズズ以外ないと思うけど。俺も逃げるよ、船に。一応シチューもう一回できたよ。人肉ね、これ。ナイス。欲しい人いたらあげるけど。俺欲しい。欲しい。あ、でもいいや、俺さっき飲んだわ、シチュー。いや、あのね、余ってる、ぶっちゃけ。持っててもいい。うん。
皆さん喋ってなくね。あーごめん、俺ミュートになってたわ。スクラップ、あれ8個持ってきた。ナイス。誰どこ行った？誰か傀儡しようか。ご飯欲しい。てる気がするけど。1000万円。で、石炭も持ってきたから。え。だから目の前で飲むね、一回。あ、僕ゲドカあるから大丈夫。うん。あざーす。ネロちゃん疑ってないよ。釘台の作った。釘捨てといた。オッケー。木は捨てよう。これどうする？液体入れるもん。いや入れても、待って、3人帰ってこれてないからちょっと。外って天気どうだっけ今？まあ朝だよ。朝とか昼。朝だよ。うん、あ、じゃあ行ってもいいかも。うん、いいよ。2個入れた。これさ、スクラップもらえます？ね、あの皆さん1個。あ、いいよ。注射作りたいんで。配線行くね。あれどこ？だってでも孤立危ないかもしれんけど。あれどこ？どこ？ここここここ。あれどこ？先さっぽりすぎた。ここここここ。あ、そうそうそう。サンキュー。もう到着してる感じか。もうほぼ着く。目の前。オッケー、トップでいい。ええよ。ナイス。飯欲しかったらあげるよ、皆さん。釘足りやんか。バスケット一応取りとくか。誰だ？あ、あんね。大丈夫？これいいのかな？作んなくても。料理人って、ほら、隣したりかわかんないな。料理作る奴隷だからな。スナパしなくて言ったから、スナパしなくて言ったから、人肉5つ拾って帰ってきているけど、シチューはどんな感じですか？あ、もうシチューで、ね、バカほど作れそうだけど、バカほど作れる。ちょっと今から作れるならお願いします。あ、そうだ、アベレス殺されるか、てか死んでも…え、マシャカリなの？多分あ、マシャカリですね。これ武器庫の行動入れられる人いないですか？やばいか。あー、竹俺だ。あ、ありがてえな。これ俺ね。まあ、ヤロちゃん確定した。マシャカリズズの2人だと思う。はい。あ、マシャカリしかね、あのカボ打てないところに血があったからマシャだと思う。オッケー。そういう感じか。あ、マスケット開いた。ナイス。ナイス。やばい、これレベ3だ。取られる前に。本当に僕マシャカリだったら殺されてそうだったけどな今。いや俺もマシャさん最初白いと思ったけど、あの高田さんが証明してくれると思う。あの血がついて、うん、俺が打てずに。あとメイヤーの可能性も必要ある。あ、ないな。あないですよ。だって入ってるからもね、うん、誰だ竹。高田さんと俺一緒にいたから。竹阿部じゃねこれ。ちょっと進めます。阿部が死ぬと思う多分。え、進めなくていいよ。いやもういいもういいもういい。え、もういいよもういいよ。え、あ、本当だ、評価前か。2個入れちゃった。メロちゃん。はい。こっち来て。はい。どこだ？ここ、ここ。あ、余す。ちょっと待って、弾がねえな。弾、はい、弾余らせてるよ。分けられるよ、弾。もらっていいですか、ちょっとだけ。あ、まだマスケット全部ない。誰かマスケット。なんすか？なんか火打ち始終とかないですか？いや、高橋さんがもう ないからないんで。うん。じゃない。弾。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ自分は散歩してます。筋肉支柱守ります。支柱作ってんですよね。当たらなかった。できましたよ。じゃあ、オッケー。じゃあ比べる。おお。おたかりずつでいいよ。オッケー、じゃあ整ったら行きますか。これはナパイちゃん、ランタンあげる、ランタンあげる。あ、ありがとう。できてますよ。あ、本当だ。もらおう。僕が船を守ります。いつでも行けます。いつでも行けます。俺も行けますよ。じゃあちょっとお弁当で3個持っていくわ。シチューって余ってるんですか？シチューね、プテが多分プテが作れるはず。作ってほしい。プテこれ。あれ、もう行ってる？行ってない。あ、了解了解。プテこれ、あとね、船の右前に
人肉あるからそれ使ってもらって。誰かリトロやってる。いやそれじゃ足りないから、あと1個いや足りてんのよ足りてんのよ。あそう、じゃあそれで作ってもらって大丈夫。一応気をつけてね、ドアとか閉めた方がいいよ。OK。 なんかニトロの音じゃないね、多分ズズだと思うけど。当たった。よし行きます。よし、もうクマから行く。うん、下から行ってクマ撃ち抜いちゃいますか。それでいいかも。はい、そしたらじゃあニトロ開けるのお願いしてもいいですか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、退化してるから戻ってくるかも。クマやった、クマやった。阿部終わった。クマやってんだけど、クマやってんだけど、船から俺と阿部ちゃんが撃たれてんのよ。もう船のやつ何とかしてくれ。あ、それだからさ、だ絶対プティさんだって。阿部死んでるそれで。いや、違う、いや多分高田さん、高田さん撃ったわ。高田何やってんすか、もうおい当てたー、ゆうさんも。今回銃当たってない。あ、了解。いや、撃ってんじゃねえか、あいつも。いや、プティ持ってないよ。あ、持ってないの。うん、今石炭だけ持ってきてください。石炭だけ。まあ、けなげにね、シチュー作ってるよ、あいつ。あ、迷惑さんに。あ、これじゃあ船誰もいないってこと。いいっす、シチューあり。船誰もいないかも。うん、あ、じゃあ船戻んなきゃまずい。プテがいる、プテがいる、プテしかいない、プテしかいない。じゃあ迷さんの真横行くわ。あ、傀儡、これみんなで処理した方がいいかも。え、誰だろう。前だ。あ、プテかな、プテじゃねえわ。あれ、本日3回目のターゲットいただきました。ご飯って誰かありますか。あるあるある。あ、俺もいてえな、これ。ご飯持ってるよ、阿部ちゃん。あ、今行く。ニトロの横にいます。はいよ。あー、もうだる。あ、待って、注射器。阿部ちゃん、はい、今来てます。クマの横に置くね。了解。あざます。クマ横。頼む、飲んじゃおう。よいしょ、はい。あとまあ石炭があればって感じかな。あ、船の上で撃ったんだ。阿部ちゃんと俺で味方だよってやってんのに、ピョンピョンピョンしてるのにバチコル撃ってきますから。あ、いるじゃんみたいな感じだったよ。船行った方がいいですね。あとミートシチューがあのコンロの中にはあるからね、食べていいですよ。あ、海外。あ、じゃあこれ対処してから。あ、僕から。皆さん、僕持ちますよ。多分皆さんだけ。あ、そうだよね。交代しよう。横から来てる、横から来てる。いい連携。さっきあの教会の方に結構前だけど移動してたから気をつけてね。あ、皆さん裏見てもらっていいですか。俺船の上から撃つから。あ、でもどうしようかな。ごめん、そっちでやってもらっていい。これごめんごめん、やって自分で処理する。いいよ。はーい、寝るちゃんと。はい、寝るちゃんと。はい、助けて。クマも殺したのに。いや、貢献度高すぎ。わろかね。よいしょ、プテか。届くよね、これね。届かせるしかない。おいじゃ。オッケー、いい。石炭入れるよ。投げたりで届かせることもできる。石炭入れるよ。ああ、なるほどね。いや、海外ってまだ生きてるんだよね。え、生きてる。どっかにいるはず。助けてあげるからね。まあ、生きてる。いいベッドに寝かしてあげるね。はい。ないね。わーい。あ、ズズ来た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 、ズズ、ズズ来たよ。今、あの、火事の前、火事の前。ほらよ。やめてよ、ズズ。最後ぐらいいいじゃないか、イキャしてくれても。やめてよ。やめてよ。最後ぐらいイキャしてくれてもいいじゃないか。いやいや、セルフでローやって、おい。マシャカリにしろ。セルフでローやって、おい。ねえ、ちょっと来て。うん、いや、はい。あ、やべ、楽しかった。ねえ、セルフでローやってね。誰か運転してあげて。運転してるよ。はい、見て、はい、ロイ見て、ロイヤ。で、セルフでロイヤって、お前まさかじゃん。で、せめて、殺し切ってから入れて。殺し切ってから入れて、こんなか。いや、いや、禁止でロイヤに入れないで。禁止でロイヤに入れないで。おお前、なんだろう。お、仲間だ。マジか、ごめん。間に合わなかった。じじハゲ頭がちょっとだけ出てんだよな、牢屋から。頭がちょっとだけ出てる。いや、うまかったな、傀儡、マジ。強かったね。踏んだり蹴ったりだった。え、俺の銃は阿部に当たったの、メイヤに当たったの。いや、阿部ちゃんが2発食らって死んで。
一発が外れて二発目が高田さん僕です僕ですってアピールしてたら両手にぶち抜かれました。しかも俺と阿部ちゃんの中でこんなことすんのプテやろとか言ってプテのことめっちゃ責めた。負けたらもらってねえよ僕。絶対プテやろ。そんな中プテはねせこせこねシチュー作ってっからね。シチュー作った。せこせこ。白かったね。高田さん、高田さん、かなり得意げだったよ。一発当てたって言ったよ。変な声がしてたのに。かっこいい声です。俺ら必死に頑張ってるのに。誰か比較映像作って比較映像。